バッテン、アカネマニーです。今日は友達のお家からお送りしているんですけど、今日は酔っちゃいましょパーティー、ブー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 、ということでチャミスルを買いました。チャンスル？チャミスルトルネード。これトルネードなるはずなんだけどな。するトルネード、あ、なった、ちょっとなった。でこれとアボカド、エビとアボカドの彩りサラダ、ローストビーフ、うまいか、アイガモロースト、スモークサラダチキン、これで飲んでいきたいと思います。友達が今お風呂入っているので、お風呂入っている間にオープニングを撮る私です。いただきます。飲んでみます。初めて。これ13度だよ。これ割るんかな。水割りちょっと。え、飲める普通に。これだけで酔えそう。それ酔うと13は。うわ、でも濃いね。美味しいけど濃い。うわーって蒸発する感じ、うん、じゃあ酔った後の私へどうぞ。レモン丼2杯と取ってますか。レモン丼2杯とチャミスルこんだけ飲みました。イエーイ。チャミスルだけはちょっとまずいんですけど、あのレモン丼と混ぜると美味しくて飲めます。もう今なんか眠い、なんかもうボワーってする頭が、なんかすごい。まだ飲みますか。でもあの食材が足りないんですよね。酒だけでいいんですよ。冷蔵庫はないんですか。ない。え、ほんとに何かあるでしょ。トマト、冷凍餃子とかないよね。なかった。絶対あるって。なんかめんどい。冷凍食品あるって絶対。なんかもうお腹いっぱいだもん。やばい、こんななる。すごいね、本当に酔うんだね人って。え、でもまだこんだけしか酔ったことないんですよ。まだこんだけしか、あのもっと記憶がなくなるぐらい酔いたい。あの吐くまでは行きたくないけど、まだこれは記憶があるんですよ。もうまだ真面目にしろって言われたら真面目にできる。よいスタート。この度は、お騒がせしてしまって申し訳ございませんでした。これからは応援してくれさっているファンの皆様をに応援してもらえるように行動で示していきたいと思います。この度は本当にご迷惑をおかけしてしまって申し訳ございませんでした。ほらね、なんか泳いどる。嘘。うん、ね、なんかダメだい。ない、なんかダメだい。ねえ、すっぴんだしね。なんかないの？ない。なんかないの、なんかないの。なんかポテチみたいなのあった？持ってきて、それ。誰？持ってきて。誰？なんでそれ今言うの？ないとか言いながら、こんな最後に言うっておかしくない？誰？できて。じゃんけんで買った方がいい子。え、でも、うち行っていいの？いいよ。どこにあんの？引き出し。わかんないの、うちが。じゃあ持って自分で取って。わかった。行ってきて。あ、いいと思うよ、それ。あ、それこそ。映ってる、これ。映ってる、映ってる。バイバーイ。はい、友達は嘘をつきました。このお菓子があるのに、ないと嘘をついて、何、自分で食べたかったってこと？いや。だから嘘をついてた。じゃあまだ他にもあるっていうことですよね。ないよ。ないって言いながらさっきありましたよね。あ、違う、エミリングするやつ。ね、飲め、ね、それ飲めって言ってた。記憶なくなるぐらい飲んじゃったらやっぱりやばいよ。あの、もっと記憶がなくなるぐらい酔いたい。モデル歩きしてみます。はい。
あでもちゃんと歩けてる。もうトライス出たかな。出たかな。さっきあれが歌ってた。ヒゲダンが歌ってた。家まで送ってもらいたいの。たいの。たいの。やってな。たいの。しょうもね。見てこんな飲んでる。汚ねえ。チャミスル全部飲めましたよ。汚ねえ。飲めないと思ったら全部飲めた。まだ食べる私たちです。多分居酒屋より食べてるよ。やばい、うまそう。やっぱ締めが食べたくなるよね。美味しいですね。いただきまーす。いただきまーす。辛い時一人きりで涙を流れないで世界が一つになるまでずっと手をつないでいよう温かい微笑みでもうすぐ夢が本当になるから。ただいま朝の5時半なんですけど。嘘？え、そうだよ。マジ？何時だと思ってた？6時かと思った。え、6時じゃね？え、嘘。何時？6時半だよ。え、マジか。まあいい、いいけど全然。なんか東京リベンジャーズのアニメとか見て、そしたらもう6時になってました。胸ぐらを掴まれて。強烈なたさあ、はい。例えば君が傷ついて、くじけそうになった時は、必ず僕がそばにいて。